皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。番組の初めにご案内ですけれども、公式 LINE、の登録、お願いいたします。新しいコンテンツ、僕のレッスン本のダイジェストだとか、客切りどうしたらいいのとか、ちょっとこうロジック的なのを解説してますんで、 YouTube ではなかなか言えないような内容になっています。それぜひ登録してみてください。あと中目黒のレッスン会、12月の9日と10日、もうほとんど迫ってきてますけれども、ほとんどもう埋まってきておりますので、ぜひぜひマンツーマンのレッスンなんで、いろんな質問をしたいなっていう方、ぜひね、全国から集まってますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日のテーマですけど、ドライバーの正しいヘッドの軌道っていうのをちょっとお話したいと思うんですけども、ドライバーがね、苦手な人のクラブの挙動っていうか動かし方っていうのをちょっとやってみますけど、これやってる人が結構距離が伸びないんで、これ少し直すと難しいですけども、距離が伸びる、ちょっとやってみます。どういう形かっていうと、構えてバックスイングしますよね。だから今クラブヘッドの位置、ここから最短直線的にボールに向かっていく。どうでしょうか、皆さんはそういう風にやってる方中にいると思うんですよ。よくあのドライバーとかっていう、野球とかでボールに最短でみたいな、最短距離、ね、最短距離っていいのって話なんですね。良くないんですよ。なんでかっていうと、助走距離がないからね。助走距離あった方がスピードが出るんで、だからどちらかというと助走距離があった方がよかったね今ね。距離は出るんですよ。なので最短距離っていうのは良くないの。ここからいきなり直線的に降りてくる。じゃあどうすることかっていうと、迂回するんですよ。さっき今みたいに迂回していく感覚っていうのを覚えていく。そうすることでドライバーっていうか、まあ全クラブそうなんですけど、こう迂回するようにちょっとこう時間をかけて、一気に最後に振り抜くっていうような、形になってくる。これが飛距離が伸び方法になってくる。でこれね、結構感覚でめっちゃ練習するんですよ、皆さんみんなね。僕もめっちゃ練習しました。だからなんか感覚なんですよ。だからそれちょっと感覚なんだけど、技術として落とし込んでいく、そんなアドバイスを今日はしたいと思います。まず最短距離にならない方法としては、構えてバックスイングして、すぐ右手がボールの方に近づく、すぐに右サイドがボールに近づく、こういうタイプの方は直さなきゃダメ。つまり 右足右サイドを体重、右つま先体重でインパクトする人、これ直してください。なのでまず迂回したいんであれば、右のつま先を浮かせてください。そうするとバックスイングしたら後ろに行こうとするんで、ちょっとこういう風に迂回しますから、迂回する感覚だから離れなきゃダメね、ヘッドがね。そうすると芯に当たりやすいです。こうなっちゃったらもうダメなんだよね。ヒールに当たるし、こうシャフトが立っちゃうんで、うまくいかない。こうやってつま先浮かせるだけでクラブが内側に入るので、こういうふうに当たりやすくなる。まあちょっと迂回する感じになりやすいね。こうやって芯に当たりやすくなりますよって思います。でこれ分かってくると、親指の向き見てください。今トップの時ここですね。親指が下に下がるんです。いわゆるこれをサムダウンって言うんですよね。でサムダウンがここで発生することが重要になってくる。サムダウンできない人って、こうやっていきなりこっちに親指が立ってくるとね、そうすると上からクラブが入ってくる。少しサムダウンが入ってきて打つと芯に当たりやすくなるわけ。ここからサムダウンが入ってくると
芯にあたりです。ここを作っていくっていうのが大事になってくる。でどうしても直線的にこう降りてくるっていうね、ちょっとこう落ちてくる感覚で、こうするとちょっと遅れてくる感じ。親指がちょっと下がってくる感じになります。このサムダウンが難しいんだよ。なんでかっていうと、ボールに向かいたいのにボールの後ろにヘッドを1回動かすなんていうのはちょっと難しいんで、ちょっと練習方法をちょっとやってみたいと思うんだけど、連続素振りです。でクラブは自分でサムダウンするんじゃなくて、こういう動きね、だいたいトップ、連続素振りのトップってこのぐらいでね、このぐらいだから重たいんですよ。基本的にはクラブの重さってここに重心があるので、この形から一回力を抜くと、ちょっとほらちょっと落ちる感じになりますよね。連続滑りでここを作るの、連続で振りながらこういうふうに、でここの力の抜く感覚を僕が YouTube でよく言ってる、こういう抜ける感じで絶対にやってほしくないね。右手使うこと、右手がどうしても力入れちゃうと前に行っちゃうんで、左で行くとうまくいく。つまり左手で連続素振りなんですよね。左手でだから一瞬落ちる、この時に親指が下がる動作、瞬間こうすると迂回する感じができますよってこと。この練習をまずやってみてください。そうすると少し落ちる感じが生まれて、連続素振りのイメージでハーフスイングのあたりを、やってみると、少しちょっとこういうイメージが生まれると。でこれに関してもう一個やると、お家の壁にこうやってクラブをつけてあげて、でダウンスイング入ってきた時にこういうふうに長い時間ちょっとこうついてる状態を作る。いきなりこういうふうに離れないように、少しこうここがくっついてる時間を長くする練習をするのね、イメージを。で何回か後ろに意識を持ってあげる、こうやって壁スリスリ、それだけですね。そうすることでちょっと親指の位置っていうのが、こう前に行かない、倒さない、もういきなり倒しちゃう方が多いわけ。ここでこうやってね、こういう風になっちゃうともうこうやるしかないですけど、ここが長く使えるとほらここがうまくここで倒れて、後ろに倒れて打てるんで、こう内側からクラブが入って飛距離が伸びる、迂回できるっていうスイングになってきます。もう一回スリスリするときはこう左の腰がちょっとこう踏み込む動作っていうかを入れると、その間スリスリで落ちる感じで振っていくような感じになりますね。さあということでね、今日のテーマはね、ちょっとここを迂回する練習、左の連続素振りですね。まとめ、左の連続素振り、まあ初め連続素振りして徐々にこう迂回する感覚を、まあサムダウンというイメージですね。少しこういう、あとはちょっと壁をちょっとスリスリするような感じで、ここをちょっと踏まえて仕上げにちょっと打ってみます。少しこうクラブが遅れてくるイメージっていうのが出てくればいいでしょう。
ということで、今日は、ちょっとこう助走するっていう、助走距離を長くするもう最短距離系のスイングで、ね、これアイアンとかなら当たるんですよ。だんだん長くなってくるとまずいで、長いのだとうまくいってる人、逆に短いのが苦手な人も実は最短距離でミスしてる場合もある。だからどっちにしてもね、ちょっとこう迂回する感覚っていうのは絶対大事なんで、それ練習してみてください。ちょっとね面白い練習だと思います。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。あと冒頭でお話した通り、公式 LINE の方登録を、お願いいたします。あとオンラインサロンも、ぜひ登録をお願いします。両方2つ頑張って、さよなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。